最近この年になって0から1を生み出すことの難しさを知りました。どうも中川です。今日はビクトリアのディナーホテルを紹介します。なんとも気持ちのいい青空、ビクトリアは花の都と呼ばれております。これには洋子も思わずパシャリ。ここではこんな映え写真を撮ることもできます。お金に余裕がある方は水上飛行機で来るのもあり。さあ、今回向かうのはレッドフィッシュブルフィッシュ。前回の動画で声をかけてくれたお姉さんのおすすめのお店です。今回はハリバットと呼ばれるお魚のフィッシュ&チップスをいただきます。ハリバットはカレーの一種で、皆さんも縁側として口にしているかもしれません。でかいけど、さあこのでかさ、思わず写真を撮るその顔はもはやカメラマンだ。おお、おいしい。なんかね、ふわふわしてる。おいしい。おいしい。これ飼ってる以上声はかけられない。ということで、カメラを回していても声をかけてもらえるのが着物旅のメリット。さあ、見えてきたのは本日のディナー会場、フィンズ。テラス席は港が一望でき、ビクトリアの良さを満喫できるおすすめのお店です。ティガーだ。実際はこんなに小ぶりな牡蠣です。ほぼ味はしません。もちゃ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 と食べている女の子が口いっぱい食べてるところを見るのが好きな男子必見。最後まで口に何かをつけながら話すところも非常に好感が持てます。さあ、気持ちのいい風に吹かれて目指すのはビクトリアの祝儀寺堂。こちらはフェアモントエンプレスの正面入り口です。祝儀寺堂とエンプレスホテルに囲まれたこのハーバー沿いのエリアをインナーハーバーと言います。何やらニヤニヤとお花を撮影している洋子さん、 TikTok にでもあげるのでしょうか。こちらは夕暮れの祝儀寺堂。ちなみに夜になるとほぼディズニーシーとランドホテルを一体化したような空間になります。夜は綺麗に撮れないのでインスタ用にこのような写真を撮りました。誰でも映えるエリアになっております。ぜひ一度お越しください。祝儀寺堂を突っ切ってたどり着いたのはビーコンヒルパーク。200エーカーということで、東京ドーム17個分の広さの公園。ここを抜けると本日のお宿があります。こちらが本日のお宿、ダッシュウッドマナー。1912年創業で109年の歴史がある老舗ホテル。こちらは創業者でしょうか、よくわからないので上に進みます。なんとも雰囲気のあるアンティークホテルに浴衣とのコラボレーション。和洋の融合がなんともゴージャス。西洋文化が入ってきたばかりの明治時代を思わせる映像になっております。これには外国人も舌を巻く。内装はこんな感じ。アンティークとは言っても非常に可愛らしい内装になっております。他にもこんな可愛い部屋もありますので、皆さんもぜひ来てみてください。シャワーチェック。さあ、アンティークホテルということで、シャワーの水圧は気になるところ。さあ、結果は、そうそう、さあ、毎度おなじみチャンネル登録のお時間です。今まで言い忘れてましたが、いいねもしっかり押すようにしてください。幼い人は何度も言いますが、帯で縛り上げます。そして Twitter、Instagram、ノートもやっております。特にインスタについては彼女が運用しております着物ジプシーズ、こちらを検索してください。動画に載せたような映え写真を見ることができます。それでは皆さん、また次回。